岡田准一はだからドラマの「タイガードラゴン」では恋人役の伊藤美咲からそれから映画の「図書館戦争」では部下役の榮倉七からチビってて呼ばれてましたねあの普通背の低い俳優って自分より背の高い女優と共演するのはもう絶対断るものなんですけど岡田准一は全然気にし,なくしてないようで伊藤美咲榮倉七だけじゃなくて例えば綾瀬はるかとか長澤まさみとかかなり背の高い女優とバンバン共演していてしかもそのドラマ映画の中で「チビって と呼ばせてたりするっていうのは本当僕男前だと思います。